上岡さん、理由を説明してください。さすがに言葉が足りませんよ。俺はお前たちとは違う。一体あれはどういう意味だったのでしょう。何でもあの日以来自分の屋敷にこもりっぱなしだとか。しのぶさん、ちょっといいですか。炭治郎くん、今日も元気そうですね。どうかしましたか。はい、町屋敷の皆さんのおかげです。それで富岡さんのことなんですけど。私も気になっていたところでした。どうですか、最近の様子は。はい、親方様から手紙をもらってから毎日富岡さんを訪ねているんですが、何も話してくれなくて。忍さんなら何か心当たりがあるかなと思って。そうですか、炭治郎くんでさえも拒絶を。残念ですが、私にも富岡さんが何を考えているのか、何がしたいのかが全く分かりません。やっぱり時間をかけて何度も話してみます。今日はこれから柱の皆さんの稽古を見学に行くので、また明日行ってみます。そうですね、私もどうにかできないか考えてみます。ありがとうございます。それでは行ってきます。私も本格的に研究が始まったら身動きが取れなくなってしまうだろうし、その前に一度様子を見に行ってみますかね。ほんと手がかかる人ですね。富岡さん、こんにちは。富岡さん、いるんですよね。いるのは分かっているんですよ。富、そこにいるんですね。イルスをしようったって無駄で。うん、わあ、見つかってしまったか。げ、校長、どうしてこんなところに。富岡さん、なんだ校長、遊びに来たのか。遊んでやってもいいぞ。違うんだ校長、この体になると思ってもいないことをペラペラと勝手に。遊ぶ前に少しお話をしましょうか。というわけだ、話が終わったから遊ぶぞ。ちょっと待ってください。話をまとめると、少し前から日常的に急に幼児化をすることがあった。すぐに治る手法っておいたら、幼児化している時間の方が長くなってきた。そしてついに治らなくなったということですか。なんでこうなるまで話してくれないんですかね。日常的に幼児化って何なんですか。それを放置ってバカなんですか。同じことを何回も言わせるな。そんなことより早く遊んでくれ校長。そんなことではないだろう。クソ、言葉の制御ができないのがこんなにもどかしいなんて。厄介な体だ。あ、まさか俺はお前たちとは違うってこのことだったんじゃ。このことを言い出せなくてあんな態度を。富岡さん、遊びたいのは分かりましたけど、まずその体が治るかちょっと薬を飲んで試してみましょう。薬、いや、おい子供の俺、黙って校長の言う通りにするんだ。一回だけですからさ。いやだって、よくやった校長、これで戻れる。戻ってって薬まず。まあ、いつもの幼児化とは様子が違うようですね。どうしましょう。幼児化した富岡さんをこのままにしておくこともできないし、かといって研究を遅らせるわけには。また戻ってしまった。一刻も早く元に戻りたいのに。校長、我慢して薬を飲んだんだ。いい加減に俺と遊べ。そうだ富岡さん、私の屋敷に来ませんか。私の屋敷なら遊んでくれる人がたくさん。断る。どうしてですか。いやいや校長、さすがにそれは俺も断る。こんな姿を人目にさらされるなんて拷問だ。な、子供の俺。俺は校長と二人きりがいいんだ。な、おーい、何を言ってるんだ俺、黙れ。気持ちは嬉しいですが、いつまでもそのままでいるわけにも。子供よ、相手は子供なのよ。私ったら何をテレテレの。ここは大人の対応を。
他の大使もいつ訪ねてくるか分かりませんよ。もしこのことが皆さんに気づかれたら、いろいろと面倒なことになるんじゃないでしょうか。それもそうだな。それは困る。校長、俺の屋敷にいろ。直す方法が分かるまで。え？まだ突拍子もないことを。子供の俺、なんてやつだ。まあ、短期決戦するためにはその方がいいかもしれませんね。わかりました。何日かかるかわかりませんが、しばらくの間一緒にいさせてもらいましょう。わーい、やったー。なんだと。やったーじゃないだろ、子供の俺。校長、冷静になれ。考え直すんだ。そんなに喜ばれると照れますね。校長ー、はあ、なんてかわいい。っていけない、いけない。これはあくまで治療のためなんだから。よし、それじゃあ遊ぶぞ。はい、遊びましょう。これはただ遊ぶのではなく、原因究明のためですからね。校長、乗り気なのは気のせいだよな。行くぞ校長。キャー、もうやりましたね。えい。ま、大人げないぞ校長。手加減したら面白くないでしょ校長。なあ校長、これは本当に俺の幼児科を治すのに必要なのか。はあ、小さい子っていつぶりでしょう。本当に可愛い。永遠に遊んでいられるわ。なあなあ校長、お腹空いてきた。そうですね、だいぶ遊びましたからね。ご飯作って、校長の作ったの食べたい。サウナ汚れたまま入ったらダメです。まずお風呂に入りましょう。一緒に入ろう。え、ばっ、子供とはいえ何を。中身はこの俺なんだ、勝手なことを。一人で入れないんですか。子供だけど富岡さんと一緒にお風呂。いやいや、さすがに入れない。お願いだ、一緒に入ろう。入れる入れる入れる。校長、騙されるな。それなら仕方ないですね。そう、子供、相手は子供よ。変に恥ずかしがる方が恥ずかしいだから、ここは堂々と行くぞ。校長。はあ、お腹いっぱい。校長、眠くなってきた。抱っこしてくれ。もう、お風呂でのぼせた時はどうなるかと思いましたが、すっかり元気になりましたね。はいはい、抱っこね。仕方ない子ですね。ああ、なんて恥ずかしい。元に戻ったら、どんな顔で校長に会えばいいんだ。なんだか今日一日、とても幸せでした。子育てってこんな感じなのかしら。あら、もう寝ちゃった。いつか富岡さんに似た可愛い子を。ごめんください、富岡さん。こんにちは、すみません。あれ、留守かな。リュウさん、かまど炭治郎です。入りますよ。ああ、もう昨日までの可愛いあの子はどこに行ったんですか。ほんと戻った途端可愛くない。戻るのが目的で止まったんじゃ。いや、そうですけど、戻ったなら戻ったで大人の対応をしてほしいって話で。いや、校長があまりにも気持ちよさそうに寝ていたから、起こすのは悪いと思って。だからって一緒に寝ているところを誰かに見られたらどうするんですか。あ、なるほど、失礼しました。もう、いい加減にしてください。ここは俺の家だ。親方様へ。義勇さんのところへ行ってきました。もう心配いらないと思います。どうしよう、理由はちゃんと書いた方が。うん、嘘は良くないな。義勇さんが柱稽古に参加しなかったのは恋煩いが原因のようです。
忍さんが解決してくれたので、もうすぐ稽古に参加してくれると思います。これでよし、と。ところで富岡さん、もう用事家は治ったようですし、柱稽古を断る理由はありませんよね。いや、断る。はぁ？追伸、牛さんは照れ屋で奥手なようです。余計なお世話かもしれませんが、俺一人ではうまくできる自信がないので、柱の皆さんに相談して、二人の仲を取り持つのを手伝ってもらおうと思います。ご報告までに、玉戸炭治郎。